中国でスパイ罪の邦人男性が刑を帰国。中国各地で2015年以降にスパイ罪などに問われて有罪判決を受ける日本人が相次いでいる事件で、中朝国境の遼寧省丹東市で拘束された。神奈川県の50代男性が懲役の刑期を終えて1日に出所し、2日午後に成田空港に到着した。一連の事件で有罪とされた中で初の帰国者になった。男性は2015年5月に拘束され、詳しい容疑などは明らかにされないまま翌年にスパイ罪などで起訴された。18年に同市の中級人民法院、地裁に相当、で懲役5年の判決を受けた。男性の関係者によると、男性は在日朝鮮人の父と日本人の母と一緒に北朝鮮に渡り、後に脱北して日本に戻って日本国籍を取得していたという。中国で15年以降にスパイなどの容疑で拘束された日本人は少なくとも15人に上り、うち9人が懲役の実刑判決を受けている。菅官房長官は2日の記者会見で邦人男性が刑期を満了し、出所したことを確認したと述べた。日本政府関係者が男性と面会し、健康状態に問題がないことを確認した。昨年9月には北大教授が拘束され、2ヶ月後に解放されている。2014年に中国でスパイ防止法ができて以降スパイ容疑の拘束が非常に増えている。中でも、北大教授が拘束された例は理由もわからず悪質だった。何がスパイ罪に当たるのか非常に不透明なゆえに懸念が深まる。スパイ防止法の第2条には、反スパイの業務を遂行するにあたり、中央、共産党の統一的指導を堅持し、公然たる業務と非公然の業務を結合し、専門的業務と大衆路線を結合し、積極的に防御し、法に基づき懲罰を加える原則を堅持すると書かれている。ここでいう非公然の業務とは盗聴のことだ。専門的業務と大衆路線を結合しては、一般市民にも通報を奨励することだ。社会の隅々まで行き渡る警察国家のようだ。自民党参議院議員松川るい氏によれば、習近平体制になってから、党の統制を強めるのだということがいろいろな文書に出ている。2017年10月、共産党大会における中央委員会報告では、2049年に中国は世界覇権を握るといった内容が話題になったが、その中に情報統制を強化すると書かれている。共産党、習近平氏による統治においては特に情報管理が大切という感覚が目立つと、強引に一国に制度を破棄した香港統治では、外国人にもスパイ防止法が適用されると言い放った中国。この先どうなるのか。お聞きいただき感謝申し上げます。